to order. はい、というわけでいきなり対戦からスタートしました。相手は100勝145敗、勝率 40%、 なかなか高いですよね。まあ、マグはねまだね14試合しかやってないんですね。ちょっとここ最近全然ちょっと時間が取れなくてね、 KOF やってなかったんですけど、ライブ実況やる予定だったんですけど、今日は坂津くのせいでリミテッドマッチがあったんで、生放送ではせず、ちょっとさらっと何試合かやって見たいと思います。それのハイライトでやる感じになるのかな。連続技がちょっとねまだ、わお、あー今のはユリアッパーが出ませんでした。はい、どうもマグマグマグロンと申します。まあ多分今日もねボコボコにされちゃうかなと思います。とユリのね連続技がね結構ね苦手ないよね、なかなか出なくてねちょっと困ってるんですけど、やべやっちまった。あーそっち行っちゃったらダメだったか。いやーダメか。ちょっと前の固められた時の前の逃げ方がなかったね。今ゲージもゼロになっちゃったんでね。まあパーフェクトにはならなかったか。ちょっと連続技当てたいね。今日はなんか勝つよりもさ連続当てたい、当てたいよね、ちょっとね。ただ痛恨側もちゃんと練習しとけばよかった。わお、いやーやられちゃった。もう一回やりますか。ちょっと固められた時のね戦い方がちょっと分かんないですね、まだね。あんたに手加減した方が失礼だ。本気で行かせてもらったぜ。向こうがやめちゃうかもしれないですね。まだやり始めだろうって思ってくれればいいんですけれどもね。知らぬ舞で固まった時どうしたらいいんだろうね。ちょっとあのふーっていう吹雪のタイミングでね回避で逃げようと思ったんだけどね、後ろに逃げたね俺ね。あそこ前に逃げてたらねちょっとうまくいけてたんだけどもね。いや今ので小足負けるか。いや
わすごい当たり方。いやー大パンよりも小足の方が速いよねやっぱりね。こっちの弱系の方がね速いかと思ったんだけどね。近距離が出なかったんですね。いやーそれ当たっちゃうか。ちょっと対空がねちょっと乏しいんだよね前はね。それがちょっときつかったですね今ね。そして今1個連続技失敗しましたね。そう超必殺技とねか重なるはずなんだけどね。あーこれもね入るんだけどね。いやああバンナックル、バンナックルガードしてもね向こうが優勢なんだよね。ああ当たるんか。いやこれ足払い入っちゃうのやだね。重ねたつもりなんだけどな。ショーパンチ入るんか。あくそちょっと連続技どころの話ではなかったですね。なかなか前に行けなかったですね。はいというわけでこれが1試合目でした。まあこうやってちょっと今回はライブではなくて編集してやっていきたいなと思います。1回でいいから連続技当てたいけどね。お、固まっちった固まっちった。ダメかなこれ。なんかすごいいい絵で固まったけどこれはもうダメかな。固まっちゃったかな。俺だけが固まってんのかな。いやー惜しい。セレクトオーダー。おしりちゃんにどんどん任せといて。そういえばねバージョンアップされて、ロックハワードが追加されてますね。ガローチームだったかな。まあね、さっきあの固まった試合の時もね、あの相手の方がね使ってましたね。あ、これは結構強いんですよね。
り回されていた。おお、ゆりちゃんのアッパーは潰されんのか。ああ、同時だとダメかな。おお、ああ潰されちゃうんですね。あ、全部繋がっちゃうかな。結構あー、今ビンタだったのにな。ここで技出ないか。今のは往復ビンタで終わりだったのにな。出ませんか。いやーか、キャンセルまでやっといて当たらない。はい、前も連続技を出すところまでいかないですね。なんで投げれないんだろう。なんだろう、背ちっちゃいからかな。なんかダッシュ投げが今の子できねえな。何回も投げ狙ってたんだけど、でロックハワードわかんねえな。いやー、連続技になってなかった。こういうところよね。いやー、連続技出なかった。いやー、今出なかったな。いや、今のはね、超質まで入るんですよ。あー、今のはちょっと悔しいな。超必殺技まであったんすよ。ただね、痛恨側はね、確率が低い。マグのエンジョイ勢のレベルの限界。頑張って痛恨側も鍛えます。で、結局連続技が全く当たらない。せめてユリちゃんなんか結構大パン当たりそうな気するんだけどな。
これ全部入っちゃうかな。ゆりちゃん、ショーキックからつながる技なんだけどね、その連続技がね、俺できないの。ちょっとショーキックからつながられないと、ちょっとゆりちゃん強くないよね。これよく食らっちゃうな。いやー、なかなか難しいね今の。さあちょっと必殺技はいいんだけど、連続技が全く当たんないんですよね。危ない。ただ連続技が全く近づけないですね。ちょっとちっちゃいんだよな。あー、ショーパンの方が遅いのか。あー、今のはちょっと無理かな。ダメか、ショーパン入んないか。あれ多分必殺忍び鉢で上越えれたんじゃねえかな。ちょっと気づかなかったな。ここまで。危なかった危なかった。ただ連続技一回も出させてもらえなかったな。とっかかりもなかったね。ちょっとここら辺連続技当てなきゃダメよね。やっぱショーパンチ、ショーキックから当てなきゃダメかね。連続技が1回でも入るかだよね。でもさっきキングで1回は行ったんだけど、超質まで行かないといけないやつだったから、上からのかぶせ結構大きいね。あ、今のはめくれたかもしれない。あ、そこまで行くのね。あ、今のはビンタ引っかかりませんでした。
ビンタ かましたかったね今のはね、ちょっとね固まってたからね、向こうでからね。中断なのかこれ。うわ引っかかんなかった。いやー今のはガードしなきゃダメでしょう。オッケー、ちょっとこれ跳ね返してきちゃうんだよね。あーくそー今のはチャンスでした。おーこれダメなんだ。おえー小パンチ先、今空振りしたから技入ると思っちゃった。全然技の隙なかったんだ。まあでもアテナがよく分かってないからね。いやでも一応今連続技失敗したの痛い。あ今のもだよ今のもだよ今のもだよ。あ今技出なかった。結構ああこっちの方が 先にやってるつもりなんだけどね。わおいい位置。いやー返してくるね。いやーでももういい、アテナ一人に手を焼いたな。そして何よりも連続技の失敗が痛い。いやーバンナックルー。いやーダメだったか。That was a nail biter. Keep an eye on this matchup. Winner! もう一回いきましょう。ちょっとアテナがよく分かんなかったな。あんたもハングリーにならなきゃな。Round one. Ready? Go! よいしょー連続技成功。オッケー。
やったー、連続技が成功しました。もう俺これだけで満足。ゆりちゃんの連続技やっとできました。結構他のキャラに比べると難しい方だったんですが、ついついあれやっちゃうんだよな。他のキャラとちょっと固め方が失敗。いやー連続技になんないのかこれ。わお、お、どっちだ。おお、ゆりちゃん頑張った。ゆりちゃんよく頑張りました。そして連続技もおめでとう。この子が一番よくわかんねえんだよな。最高層でいきなり来た。あー、今の大キックから振りは痛い。何にも今当たりませんでしたね。ちょっと当たると思ったんだけどもね。ちょっとぶっぱ的にやってみます。いや、これ当たっちゃうんですね。うわ、めくり。うわー、うまいところやられちゃいました。いやでもそれにしても今のも連続技やるチャンスがなかったな。いや今の当たんないんだ。あー、くそー。勝てないのは嫌だな。当たっちゃう。ああ、やめられちった。いやー、ちょっと今のもやっぱ連続技アテナが硬いな。はい、というわけで、今回はちょっと思いっきり編集した状態で、キングオブファイターズの対戦をちょっとお送りしたんですが、結局勝ったのは2勝2勝何敗した俺ちょっと覚えてないんですけれども、多分ね20回以上は負けましたね。結局2回しか勝てませんでした。なんかマグはあれですね、あのキャラによって急に勝てない、キャラによって急に勝てるみたいな、やっぱりなんか自分なりの戦い方で合うのと合わないのがいますね。3人中2人は1人で倒せるのに、最後の1人特にアテナになんか全然勝てなかったですね。あと、まあ、バネッサはねちょっとあの中段からの、ね、連続技とかがマグがよう分かんないんでねそこら辺はちょっと痛かったんですが、ちょっとこれほらこれがね対戦になると出ないんですよね。こっからや普通にこっからやった技なのにやっぱ出ないですね。あれこの間までは
結構出たんだけどな。まあ、対戦になると急に日和りますね。だからやっぱり出ないね。まあでも1回だけ連続決まってたところがあったんで。でも連あ全然ダメだなこれ。あ全然ダメだなこれ。ほら、あ出ないわ。まあどのようにね、こんなんじゃやっぱりね対戦は厳しいんで、ちょっと今までねちょっとキングファイターズライブ配信で行こうかなとは思ってたんですけど、ライブ配信はひどいありさまなので、やったシーンを編集してお送りするパターンで今後やっていきたいと思います。キングファイターズはね、あとストーリーモードも前回に引き続き、動画にはしていきたいので、そっちはもうちょっとね、多分サカツクがない時だけやろうかな。おお全然出なくなっちゃった、対戦する前は10回中8回できたから、おおいけるいけるとか思ってたのに、ああもう1回もできないレベルになってる。なんか変な手に癖がついちゃったんですかね。なんか某 YouTuber さんがなんか連続技が出なくなったり、なんか感覚おかしかったら休めって言ってましたんでね、休んだ方がいいのかもしれないですね。ああ全然出なくなっちゃった。これなんか明日になったらね急に元に戻るみたいなんでね、手がね、なんかね手の感覚がおかしくなると急にね出なくなるらしいんですよ。出ましたねなので今後もねちょっとキングオブファイターズは好きなので、まだこれからもやっていきたいと思うんですが、多分もう対戦やっちゃうとほとんどの人がねもうマグよりもどんどん強くなっていると思うんで、 あとあれか、発売日の1週間目にね遊べなかったでしょ。で先週もなんかね急にマグんちの周りでサイレンがねワンワンなってね、あちこちに警察が立ってるっていうなんか非常事態になりまして、もう喋り声がねマイクに入っちゃったんで、まあ何かしらあったみたいでね、そのためにちょっとね無線の声なのかな、そちらがねちょっとガンガン響いちゃったんでやらなかったりとかね、2週間やらなかったの痛いね。じゃあねもう置いてかれちゃった感じかもしれないですねマグがね。というわけで今後も好きなので遊んではいきたいと思います。あれどっちだっけ、またあ通常で出なくなってる。ああそうか。なのでまた今後もやっていきたいと思います。ではでは今回はこの辺でーす。また忘れた。ああ出るよね。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。なんかしら技やって終わる？出ないよ、届かないってじゃあ最後にねこれを見て終わりにしましょう。じゃあねー。